緑の更新。緑の更新は、1975年11月、モロッコ政府によって調整された戦略的、大規模デモンストレーション。これによってスペインは、モロッコとの継争地域西サハラの活情を余儀なされた。緑の更新は、広く周知された非常に、大規模かつ大衆的なデモ行進であった。およそ35万人に上る、非武装の、と言っているものの、 空軍機の上空援護付きだったは1975年11月6日、モロッコ南部の都市、タルハヤに集結。国境を越えて、西サハラに足を踏み入れようとする国王ハサン2世の合図を待った。参加者は、モロッコの国旗、モロッコ領サハラの返還を求める上りを振りた、また国王とクルアーンの写真を掲げていた。また、緑の行進の、緑は、イスラームにおける、 象朝食を意図したものである。行進は国境に達したが、スペイン国境警備兵は流血の事態を避けるため発砲を禁じられた。領域の確保準備及び潜在的に予期されるアルジェリアからの報復的反抗に備えるため、モロッコ軍は西サハラ北東部へ進駐。この時点ですでに2年間にわたる独立運動を繰り広げていた。 ポリザリオ戦線による散発的抵抗に遭遇することになる。スペイン領サハラの北に境を接するモロッコは歴史的経緯から同地域がモロッコの一部として不可分な領域であり、スペインの撤退後も独立させるべきではないと長らく主張している。また南のモーリタニアも同様にスペイン領サハラは事実としてモーリタニア領である。 と同様の主張を行っている。現地人のも1973年以降、アルジェリアの支援を受けた、ポリサリオ戦線に主導れ、スペイン支配に反抗するゲリラ戦を展開。1975年10月、スペインは権力の異常について、反政府運動指導者らと秘密裏の交渉を開始。両者は、ーンで交渉。 さらにと、スペイン外相との会談が、アルジェで開かれた。モロッコは主張の正当性確保を目的として、国際司法裁判所へ提訴。国際司法裁判所は、歴史における中性の誓いについて、法的拘束を認めたものの、しかしそれは、若干の、わずかに若干のサハラウィー部族とモロッコのスルターンの間のものであって、別のサハラウィー部族とモーリタニアの関係に認められる。 権利と異なるところはない、とした。さらに、スペインの植民地下の時点で、西サハラ地域に対するモロッコ及び、モーリタニアの領土主権の関係は損せず、両国の取り持った関係は、両国によるスペイン領サハラ地域併合を支持するほど、広範な関係とは言えず、むしろ土着民、サハラウィーは土地の所有者であり、従って自決権を持つと裁判官は述べている。これは、 主権をめぐる問題の政治的解決策が、スペイン、モロッコ、モーリタニアによる統合、あるいは分割、また独立のいずれであっても、スペイン領サハラの人々によって、明確に承認されなればならないことを意味する、ものであった。この裁判の結果発行される、国際司法裁判所韓国意見は10月16日に発行されることとなっていた。しかし、発行前日10月15日、 国際連合の派遣団が、サハラウィーは、圧倒的に独立を支持していると結論づけていた、ことが問題をややこしくした。モロッコウハサン2世は、以前に存在したモロッコとサハラウィーとの間の中性関係を引いて、自らの立ち位置を強化するとともに、公に、司法裁判所の自決権に関する判断について何ら、言及もしていない、この態度は7年後、 アフリカ統一機構で正式に住民投票に同意するまで続く。そして韓国意見が発行に先立って、スペイン領サハラに対し、祖国の再統合のため、緑の更新を組織すると発表したのである。モロッコによれば、モロッコ国家による主権の行使は、スルターンに対する公的な中性制約によって、特徴的に表現されているとする。 この中世がスペインによる占領の数世紀前から存在しており、かつそれは法的、政治的関係であったというのがモロッコの意見である。例えばスルターン・ハサン一世がこの領域に対する外国の侵略に終止符を打ち、正式に部族長やカーディー、法官を任ずるために二度にわたる遠征を行ったこと、さらに国際司法裁判所での弁論では、さらに主権行使の例として、 租税徴収についても言及している。また地方レベルでの統治者や軍艦への任命と任務の配分も主権行使の表れとしている。また、モロッコ政府は1861年のスペイン、1786年、及び1836年のアメリカ合衆国、1856年のイギリスとの条約も示している。しかし司法裁判所は、 モロッコの論拠とする国内的、国際的行動のいずれも当時における西サハラとモロッコ国家の間に領土的主権に関する法的拘束の存在、あるいはそれに対する国際的認知を示すものではない。モロッコ国家特有の構造を考慮してさえ、それらの論拠はモロッコが西サハラにおけるいかなる実効的排他的活動をも示すものではない、指摘している。 スペインは、モロッコとの競争が戦争に導かれかねないことを危惧、また相当フランコが、既得状態にあって政府は、乱れ植民地での問題に関わる情勢ではなかった。すぐ前年には、ポルトガルのエスタドノボ政府が、アンゴラとモザンビークでの植民地戦争を停滞させた、挙句にカーネーション革命で打倒されていた。従って、緑の更新以降、スペインは、 スペイン領サハラにおける権益を可能な限り保持すべく、モロッコとの直接二国間交渉に入ることで同意。また、モロッコと同様の要求を持つモーリタニアも加わった。その結果もたらされたのが11月14日ので、スペイン領サハラをモーリタニアとモロッコで分割するというものである。スペインは、ブークラーの林鉱山における利権の35%、また沖合漁業権を獲得した。 モロッコは北部、すなわちサギやエルハムラ及びリオデオロのほぼ半分を要求し、モーリタニアはの故障で、スペイン領サハラの南部3分の1の占領を進めた。後に1979年8月、モーリタニアは、当該地域に対する要求をすべて断念。以降はモロッコによる占領となる。ポリサリオ戦線は、アルジェリアの強い支援を受けて、マドリード協定を拒否。 サハラビリの受決権に関する国際司法裁判所の韓国意見を尊重することを要求した。すなわち新たな統治者への武器の引き渡し、完全な独立化、あるいはこの問題に関する国民投票が履行されるべきとの要求である。係争は解決されなかった。1991年、独立に関する国民投票の実施方法などをめぐる論争を解決するため、 モロッコとポリサリオ戦線との間で合意が締結された。現在は事実上の停戦状態にある。停戦監視及び国民投票の準備を任務として、国連西サハラ住民投票監視団ミナーソが組織されたものの、2007年現在も投票は行われていない。モロッコは2000年に国民投票案を実施不能として拒否。モロッコ内部での案を提起しているが、これは ポリザリオ戦線を呼び、アルジェリアに拒否された。モロッコ政府によれば同時治案は2007年4月に国連に示されることとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。